日南線の魅力をあなたと共に巡りたい日南線探訪。この串間地区はですね、大体あの都井岬であるとかね、岬馬、緑とブルーというイメージがある町なんですけれども、この串間駅は全てこの何ですかね、こう元気なカラーの黄色に占められています。建物自体はすごく大きい平成時代に建てられた駅なんですけれども、なんと串間駅は入り口こちら片隅に置かれています。はい、この看板も国鉄フォント、いやあれがまた渋いじゃないですか。串間駅どんな駅なのかというところをちょっと巡っていきましょう。はい、それでは日南線探訪串間駅出発進行。ああ改札を通るとね、はい、ああこの看板もいいですね。大体の串間地区のあの駅にはですね、ようこそお帰りなさい串間市へっていうようなね、こういうこう手作り感満載の看板があるんですよ。あっちが改札で、この看板のところがホームですけど、このストローク気になりません？ここはですね、実は線路はもう一本昔は引っ張ってあったんですね。昭和50年代まだ貨物輸送だった時にですね、串間は農産物、海産物、まあ、この辺りのねやっぱり生産地でもありますから、そういったものを貨車に乗せ替えて、でここから日南線を通っていろんなところに発送されていたっていうこの名残なんですね。だからこっちの方も農業倉庫ですし、今保線の車両が止まってますけど、あともう一本あったのかな、まあ、そういった思い出をこうたどれるようなですね、駅作り駅配置になってますね。うわー、やっぱ間近に見るとね結構ね大きいですね。お、駅長駅長駅長、どうもどうも久しぶりです。どうも、あらもう同類な気がして、どうも。株式会社海山社中の代表取締役堀口和樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さすがだ、さすがだ。ここが出来上がる前にちょっとインタビューさせていただいた、はい、シーンがありましたけど、はい、いやもう出来上がりましたね。はい、出来上がりました、ようやく。結構こうウッドチックなね。そうですね、県産材を豊富に使って。じゃあ中ちょっと見てもいいですか、はい、一緒にいいですか。行きましょう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 。いや、シュッシュッ。お、これ何、これ記念切符があるんですか。はい、記念切符、道の駅といえば記念切符。はい、すごいございます。あちらの情報館の方で販売しております。シュシュポッ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 ポー、はい、店内にやってまいりましたけどね、これね、はい、いやすごいですね。こちらはあの、うん、海山マルシェといって、はい、採れた野菜だとかお魚だとかを中心に、うん、地元の生産者のものを販売している売り場になります。なるほど、はい、であちらの方はね、なんか食堂もあったりもしてね。はい、海山食堂ですね。やっぱね、徳島というのはこう海産物もね、はい、もう新鮮なものがあるから、もうここでいただけるということですか。はい、じゃあここのそのマルシェのなんかおすすめどころみたいな、はい、ちょっとぐるっと、はい、行きましょうか。ちょっと見てみましょう、はい、うわー、もうなんかもうみかんとか美味しいものもありますしね。お、これやっぱさすがお芋さんね、はい、なんですかこれ、ヘベス煮。はい、よくあのレモン煮ってあるじゃないですか。お、ありますね。あれをちょっとあのアレンジしました、ヘベス煮というの。 100% 串間さんでございます。へー、はい、これ当店人気ナンバーワンです。はい、これいいですね、これね、はい、うん、でいろいろ他にもね、 はい、お茶も、お茶もこれジャムじゃないですか、これ、はい、串間の金柑茶、ジャムにもなります、はい、へえ。じゃあお茶に溶か、まあ、お湯に溶かすってやつか、はい、はあ、特に田澤さんに喉にね、いいですね、お仕事上、ね、はい、喉のケアにはこれぜひということですね、はい、こちらもあの金柑農家さんが自信を持って作られた金柑でリングケーキを作らせていただきます。これ串間で作ったってこんな感じです。わ、すごい、これ色が鮮やかだ。ご覧ください、はい、焼き芋のパイ。これちょっとレンジでチンして食べるとさらに美味しいんです。ここっていうのは大体じゃあもう朝地元の農家さんがここに。そうです、はい、出荷されます。出荷されたりするんですね、はい、実はこのピーマンもなかなかこの辺では手に入らない、うんうん、いいピーマンなんですよ。並べ方からして違いますもんね、はい、愛情感じる瀬地山さん、はい、あの有名な瀬地山さん、あの有名な瀬地山さんです。あ、本若農園さんのナスビー、
はい、朝取れたてかな、ほら、なんか、はい、あ、来られました、このラベルも可愛い、わ、来た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 、なんですか、もう、こんにちは、はい、これは本家、本和歌の、本和歌の園です、そう、あれ、本名なんでしたっけ、本川です、ね、だからもう、僕はもう、ラジオのリスナーさんでね、本ちゃん、本ちゃん言ってた方、朝取れたてのナス、すっごいもうパツンパツンしてますね、水分が満ち満ちてるっていう感じがします、うわこれはさすが串間といえばもう海産物はもうたまらないですからね、はい、そうですね、今やっぱりおすすめはこの黒瀬ブリでございます、出た出た、はい、もうすべても刺身もブリ、はい、そしてブリ寿司に巻き寿司にすべてにブリブリで、まあここのお店としてはもうこれからこうしていきたいとかっていうなんか先の想定はあるんですか、はい、まあまだコロナもちょっと ね、まあ、ね少しずつ落ち着き始めてますけど、もうちょっと落ち着いて、うん、多くのお客様に来ていただいて喜んでいただける場所にしたいなと思ってます、うん、あと何かあっちにもねお店ありますけど、ぜひちょっと行きましょう、はい、はい、そう、これで閉めたらダメだってことそうですそっ、もう一個あるんです、どうぞどうぞ、もう一個あるってことで、おお、ここはまた何カフェかなんかですか、はい、そうですね、ええ、ちょっとご案内します来た来た、いらっしゃいますね、はい、いらっしゃいませ、店長さん、ポテトスタンドさんの、お、はい、社長でございます、山田です、どうぞ、はい、駅長もバトンタッチですか、なんか似合うないいですね、いいですね、私はもともと農家なんですけど、まあ、今も農家なんですけどね、お芋さんを作ってる農家さん、はい、芋を作ってて、まあ、それをいろんな人に食べてもらいたいんで、自分らで加工してこの場でフライドポテトにして召し上がってもらうと、他にもなんかメニューっていうのはどんな感じなんですか、あ、ほら、来た、ほら、手前にほら、まあ、最近さすが王道の大学芋、大学芋、はい、始めたり、はい、まあ、やっぱ秋冬は、あ、来た、焼き芋がいいんじゃないかなと、石が引き詰めてあってここにポコンと、はい、すごいいい具合に焼けてますね、またこれ、はい、王道のフライを、はい、よろしいでしょうか、あ、はい、はい、よろしくお願いします、すごいボリューム感、迫力ありますね、揚げたて、うん、おー、ホクホクでも、あ、食べるとこうしっとりしてきて、あ、ちょっと塩がかかってるんですね、はい、美味しい、外側カリカリ、あー、すごいね、程よい甘さが、うん、なんかいじってますよ、これ、ね、これご家庭でも召し上がれるように道の駅の物販のところで置いてありますんで、お、道の駅のところにも売っている、はい、これからなんかこう野望みたいなのあるんですか、全世界の人に、うん、さつまいものファンになってもらいたい、お、うん、まあ、それはあります、うん、ぜひ皆さんも食べて応援で、ちゃんとあのね、皆さんにもやっぱこう応援のエールを、ね、届けにぜひ来てください、ね、はい、そしてお土産はこれで、お土産はこれでということですね、はい、ね、本当にいいや、美味しい、そしてこの道の駅串間はなんといってもこの究極回転寿司の寿司トラさん、いや、今朝礼やってるみたいで元気のある朝礼で有名なんで、ちょっと行ってみましょう、あの店長の森木さんです、本社代理の店長です、本社代理店長の森木さんですけど、これがあの寿司トラ名物の、はい、あの朝礼ですか、朝礼です、これ今やっぱりどういう朝礼を目指してるんですか、お客様をお出迎えする前に、うん、自分たちが熱気を上げて、うん、元気な姿でお客様を迎えられるように、うん、まずは大きい声出して、うん、皆さんの共通認識をして、うん、お客様の迎えの準備をしております、こちらの寿司は美味しいねっていう言葉をいただきました、お、以上です、お、よろしくお願いします、お願いします、今なんかおすすめのネタっていうのはどんな感じなの、はい、今ですね、寒ぶりが油がもう非常に乗ってきてます、寒ぶりいいですね、いいですね、油が非常に乗ってるやつ、はい、はい、じゃあちょっとそれをよろしいですか、はい、かしこまりました、はい、お願いします、じゃあですね、こちら、はい、
来ました、はい、すごいテリテリが輝いてますね。うわ、本当にあの油がほんと乗ってるっていうか、はい、油がにじみ出てるっていうような ね、 そ, うですね、なんかそんな感じがします、はい、お醤油が2種類あるっていうことですか、どちらがよろしいですか。濃ゆ色の甘口のお醤油がおすすめ。甘口、ね、はい、お刺身に合うような負けない醤油、いただきます。カンブリ、あ、うまい。あっさりとしてて適度な弾力の中にこのうまみが押し寄せる押し寄せる。もうちょっとなんか食べたいんですけど、なんかありますね。感想なんですけども、はいはい、こちら炙っております。出ました、はい、もう寿司トラさんといえばもう炙り、炙りって上にはこのねもみじおろしが乗っかっておりますけど、いただきます。本当そのこの半生というかね、そうです、これがまたいいですね、はい、うん、焼きすぎずかといって生でもなくっていうこの中華あたりが絶妙に満足になる前にもう一品、もう一品、はい、もう嬉しい。寿司トラといったらあの炙りサーモントロということですごいですよ、にじみ出てますからね、もうこう焼き目の先からこの旨味が旨味油が、いただきます。あのシャリとネタとそれを脂身が全部をまとめてくれますわ。やっぱうまいな。ああいうことです、ありがとうございます。生きがいを感じるような瞬間ってどういったところですか。お褒めの言葉を頂戴できた時ってのが一番嬉しいですね、うん、そういうこうお寿司を通しての会話というかね、そうですね、それを楽しみにされているということですね。まさに人間味です。いやでもあれ道の駅串間良かったですね。良かったっ、ね、よかった、あの芋美味しかったでしょ、あれ食べて美味しかったですよ。でね、あれ寿司トラも超うまいからあれぜひ食べて、でこれあの串間の町のちょっと中心街に入ってきたところですけど、石畳の綺麗な町 でこっちがあの吉松家住宅というね、財を成した吉松さんの昔のこのお家が今文化財になってるんですよね、うん、すごく大きな家 でこの吉松さんをそれこそ鉄道と深い関わりがあって、日南線そして渋市線というね、渋市から都の城の昔線路があったんですけど、あそこの線路の枕木、これ枕木を製造加工そういったあたりでね、大きな財を成した方の家だったんですよ、ね、でこの吉松家住宅の半ば遠い面、この古めかしいこのビルがいいですよ。なるカフェさんね、ここねこれからお店出しますみたいな感じでね、ビラを巻いてた方がいらっしゃった、出来上がったんですね、ちょっと行ってみましょうか。あー、お久しぶりでいやお久しぶりです、久しぶりです、いやだからね、この鳴カフェさんはね、2021年の2月のイベントで串間にそれこそ吉松家住宅のイベントで来た時にお店開きますみたいな感じでね、あのビラをいただいたのがね、あの時以来ですから、できましたねお店ね、はい、これいつできたんですか、スタートしたの。4月にオープンしました。4月1日、はい、そうなんですか。いやでもどうです、またこれからもっとどんどん装飾が進んでいく感じなんですか。そうですね、うん、2階のヨガスタジオだったり、おいろいろ交流、え、カフェだけじゃなくてヨガも始めたんですか。ヨガもできます、はい、先生、いやいや自分じゃないですよ先生、おーそうなんだ、インストラクターもやってんだ、何え、あ、そうか、そうだね、もう道の駅もいろいろもう中身濃かったし、あ、そっか、じゃあちょっと一旦ここ一本目切らしてもらっていいですか。はい、はい、日南線探訪ではですね、皆様からのチャンネル登録そして高評価いいね、そして道の駅の串間の感想とか、こう行きましたよとかですね、そういったコメントもぜひ載せていただければ嬉しいなと思います。じゃあなるカフェさんをパート2でお届けしようと思いますのでお楽しみに。それでは日南線探訪一旦締めさせていただきます。では敬礼、登録してね、はい。